高市かなえチャンネル。では今までの制作活動をする中で一番ハマっていたものは何でしょうか。はい、まあ、結構長い期間ハマっていたのが、サイバーセキュリティ対策でございます。またなんか自分の本を宣伝しちゃって悪いのですが、これは4年前に、出版した本で、サイバー攻撃から暮らしを守れ、PHP、研究所から出しました。ちょっと高いです。本体1600円、でございます。今デジタル版も多分出てると思うんですが、まあ、この中に随分たくさん分野別にですね、例えば情報通信分野で、航空鉄道物流分野、自動車自動運転分野、また医療分野で、電力ガス水道分野、石油化学分野、金融分野、クレジット分野、政府行政サービス分野、安全保障分野と、分けましてね。でこの中で、まあ、それぞれの分野で世界各地で今までどんなインシデントが起きたか、という事例を書き連ねた上で、まあ、その当時4年前の時点で政府が取ってた対応でも全然足りないので、これからやるべきことをたくさん、まあ、提言として書きました。そしてその頃私はちょうど丸2年やったかと思いますが、自民党でサイバーセキュリティ対策本部という総裁直轄機関がありまして、その本部長を務めてました。ちょうど総務大臣を3年間務めて一度党に戻った時に、この本部長になって、ちょうど2期、本部長を務めて、でまたその後総務省に、総務大臣で戻されるということになったんですが、まあ、この時に一次提言二次提言と、党から内閣への提言書をまとめましてね。でまあ、この間チェックしたんですが、第一次提言、でですね、政府がすでに実行してくれた政策は67件、検討中が18件、となってました。で未着手は一次提言については0件なんですが、第二次提言についてはすでに実行した政策は25件、検討中6件、未着手3件と、いうことで、まあ、まだ検討中になったままのものが、合計しますと24件で、全く着手されてないものが3件となりました。でなんでサイバーセキュリティ対策が、まあ、必要だと思って頑張っていたかと言いますとね、やっぱり世界各地で起きているいろんなインシデント事例を見ていると、私たちの命に関わるものが非常に多いなということを感じたからです。特に医療分野でまあ、アメリカなんかブラックハットとかこのセキュリティイベントがありますよね。でいろんな技術者が、攻撃を仕掛けてこういう脆弱性があるっていうのを、どんどん発表、しているんですけれども、もう2011年の時点で糖尿病用の患者さんのインスリンポンプに無線機能の脆弱性を悪用して侵入して、でこのインスリンの投与量を外部から操作できるとか、まあ、これも怖い話ですよね。それからまた医療機器のパスワードの脆弱性については、もう2013年に国家安全保障省アメリカの、まあ、この傘下の機関から警告が出てます。でどういうことかというと、まあ、麻酔器とか人工呼吸器、それから薬物注入ポンプ、まあ、こういったもので40ベンダー、なんか40のまあ事業者さんの約300の医療機器について、遠隔操作が可能だと、まあ、いうことですね。だから遠隔でそういったものを操作されると本当に命に関わります。それで、まあ、2018年ぐらいにも私は日本のセキュリティ技術者に聞きましたら、まあ、遠隔でペースメーカーですとか植え込み型の除細動器、これを操作できると、そんなら死んでまうやんかと、いうようなことで、割とこの医療機関における、まあ、サイバーセキュリティ対策が十分じゃないんじゃないかということで、まあ、いろんな医療機関、について調べたんですが、やっぱり、まあ、思った通り、まあ、それほどこの
サイバーセキュリティに詳しい方がいらっしゃるわけでもないし、そのいろんな患者さんがお見えになるパブリックエリアと、それとまあオフィス、事務スペースと、それとまあ患者さんの重要な情報を持っているようなスペースと、こう管理者を分けてるとか、アクセス権限を分けてるとか、まあそういった対応もなされていないと、まあ、そういうことになるとまず医療分野というのはしっかりやんなきゃいけない。でもう近年では非常に難度の高い脳手術、脳外科の手術をやってる最中に、その手術に必要な要は手術前に検査をしますよね、術前検査などのデータが入ったものがランサムウェア攻撃を受けてしまって、有利によって手術の最中に暗号化されちゃうということが起きて、でもその手術はなんとかお医者さんがもう自分の目と手で一生懸命やって成功はしたんですけれども、医療機関へのサイバー攻撃っていうのは怖いなと思いました。それからやはりこのいろんなセキュリティ研究所の研究結果ですとか、セキュリティイベントで明らかになったことを見ていると、航空機も衛星通信経由でハッキングできちゃうということで、まあ、航空機内の Wi-Fi、にこうアクセスすると、そうするとこの機内の Wi-Fi を通じて、もしかしたらその衛星通信が必要な機能に、までアクセスするということになると、これも大変怖いことだなというようなことを感じました。それから、まあ、だんだんこう自動運転についてもレベルが上がっていくと、まあ、レベル3から今度はレベル4、まあ、一定の地域、割とこう過疎地になってくると思うんですが、まあ、一定の地域についてはもう完全に無人運転でいいよと、さらにレベル5っていったらもう地域関係なく全部無人運転でいいよということになるんですけれども、まあ、今私たちが普通に運転しているごくごく普通の乗用車でも、まあ、100個はコンピューターが使われている。でそうなると、その中に一つでも悪意のある部品やチップがあった場合にですね、まあ、そこを足がかりにしてサイバー攻撃を受けた場合にどうなるか、まあ、これもブラックハットなんかで随分昔、実験がありましたが、遠隔地から、まあ、自動車を攻撃して、で走行中の自動車のエンジンを止めることができる、そしてブレーキを無効化できる、でハンドル操作をできなくしちゃう、まあ、こういうことが可能だっていうのが分かって、で当時はまあその実験台にされちゃった自動車のメーカーがですね、全部リコールをかけたっていうことがありました。でその後日本車についてもさまざま模擬攻撃を仕掛けてみたら脆弱性が発見されて、まあ、今日本の自動車メーカーは情報通信関係の事業者と組んでですね、まあ、脆弱性のチェックをやってます。でも本当にやっぱり航空とか空港とか鉄道とか電力とかガスとか石油とか化学とか、まあ、こういったもの、それから私たちの財産ということを考えますと、まあ、金融クレジット、まあ、こういった分野っていうのはセキュリティを強化しないと国民の皆様の生命や財産を守り抜くという、まあ、私にとってとっても大事な理念が実現できない、まあ、そんなふうに思って、ここをこう変えたらもっとサイバーセキュリティ対策が日本として良くなるよっていう提言を、しっかりとまとめて官邸に持ち込みました。ただ当時受け取ってくださった、まあ、総理官房長官に持って行ったんですが、まあ、実に志の高い提言を持ってきてくれてありがとうと言われて、だいたいこの永田町霞が関の世界で志が高いって言われたら、それは高い球投げすぎ、政府としては対応できませんよと言われているのと一緒なんで、まあ、その時は大変落胆したんですが、まあ、実際にロシアがウクライナを侵略しました。でも振り返ってみれば2015年2016年とウクライナの変電所がサイバー攻撃を受けて大停電が起き、また情報を抜かれ、それから2017年にはキーウの地下鉄がサイバー攻撃を受け、で同じ2017年にオデーサ国際空港もサイバー攻撃を受け、そしてチェルノブイリの原子力発電所 の放射能 その測定装置ですね、まあ、これもサイバー攻撃を受けるということがあって、でまあ最近やはり戦争に至る前にさまざまな重要インフラをやられちゃうと、まあ、これが怖いなと
私は思ってます。で、日本はもうとことんサイバーセキュリティ対策を強化しておかなければ、まあ、例えば本当のこう有事になる前にですね、大停電が起きたり、そしてまあ情報通信にとって非常に重要な海底ケーブルが切断されたり、それから衛星通信ですね、まあ、これも例えば自動運転を考えた場合に、その自動車に対する直接のサイバー攻撃だけじゃなくて、まあ準天頂衛星導きもありますけれども、じゃあその電波をジャミングされたり、その管制センターそのものにサイバー攻撃をされたりするとですね、まあ、これも大変危険なことが起きる。じゃあ大停電が起きて、で海底ケーブルが切断されて、で衛星が攻撃を受けるというような、例えば管制センターが攻撃を受けると、こういうことになると自衛隊がもう動けなくなりますので、まあ、あらゆる重要インフラに対してのセキュリティ対策はものすごく重要だなと思いました。で唯一、まあ、私の今の所管の中でやれるのは、経済安全保障推進法の中でまだ施行されてない部分ですが、重要インフラの、安全性、まあ、これを確認すると、まあ、これはまさにサイバー攻撃に対応できるように、その脆弱性をできるだけなくしておく、重要インフラについてはなくしておく、まあ、そのためのチェックを、まあ、政府の方でもやらせていただくし、民間事業者にも改善をしていただく、まあ、こういう仕組みです。で、まあ、民間事業者にとってはちょっと負担が大きい、規制じゃないかということで、まだまだ世の中の理解は得られてないのですが、でもやはり私たちが重要インフラのサービスを安定的に受けるためにはものすごく大事なことだと私は思ってます。で、真剣にサイバーセキュリティ対策を日本政府が行おうと思うと法律を改正しなきゃできないんです。先ほど申し上げた自民党から出した第二次提言の中で、全く未着手のものとされているのがまさにその法改正の部分だったんですね。どういうことかというと、まあ、日本国憲法で通信の秘密っていうのが定められてて、でその通信の秘密というものに、を保障するために電気通信事業法っていうのがあります。で電気通信事業法っていうのは、これ通信の秘密をきちっと守る、ことが主の内容ですよね。でそれから不正アクセス禁止法、まあ、許可なく相手の設備に入れません。それから刑法、まあ、これもウイルス作成剤、ウイルス保管剤というものがありますので、まあ、例えばサイバー攻撃を受けた時にサイバー空間上で仕返しをしてやると、まあ、アクティブサイバーディフェンスと、言われるようなことをやったり、まあ、サイバー攻撃を受けて日本の重要な情報が盗まれた、時にですね、まあ、相手に対して、まあ、マルウェア、あのウイルスを送ってですね、それを消してしまうとか、まあ、そういったことが今の現行法のままではできない、ということに非常に強い問題意識を私は持ちました。で通信の秘密はとっても大事、これは多くの方が安心して、ネット空間を使うってことを考えた通信の秘密はとっても大事なんだけれども、まあ、国防とかも重大な犯罪、テロなどにつながるような場合に限ってはですね、まあ、一定の権限をやはり防衛省ですとか警察庁に、付与をすると、それから本当に大事な情報が抜かれたようにような時にですね、サイバー空間上での反撃ということ、まあ、実際にも行われてます海外では。でも今の日本の法律ではできない、でも本当に必要な時にはそれもやんなきゃいけない、まあ、そうすると例えば自衛隊やまあ、警察に関してですね、その刑法の、ウイルス作成剤保管剤を少しこう例外措置とする、今学術研究のためだったら OK とか、それから脆弱性テストをする場合、NICT 国立研究開発法人ですが、そこが今 IoT 機器の、脆弱性テストをしてますが、それはNICT 法を改正して例外規定を作ってるんです。だからそういうのはやっぱり国防ですとか、まあ、重大犯罪の抑止のために例外規定を作るとか、まあ、こういうことをしなきゃダメなんだろうなと思ってます。まあ、さらに
全く未着手の中に入っているんですが、サイバーセキュリティ庁を作れという提言も入れました。まあ、今確かに防衛省は一生懸命サイバー能力を強化しようとしているんだけれども、それは自衛隊関連のところが攻撃をされた場合に防御をするための、チームです、部隊です。で、まあ、警察も一生懸命組織を作って、まあ、やってくださってるんですが、まあ、一定の犯罪に限られる。まあ、そうすると例えば電力会社が攻撃を受けた時、ガス会社が攻撃を受けた時、まあ、それは誰が守ってくれるんだ、そして誰がやり返してくれるんだ、それから普段からこのサイバー空間上の不審な動きを誰がチェックしててくれるんだということになると、民間事業者への対応としてはどこも日本の政府で対応できるところがございません。だから私は情報通信省というのを作って、まあ、情報通信技術をどんどん、まあ、先進化させて、まあ、それを展開していく、海外にも展開していく、経済成長、私たちの暮らしを便利にする、そういう情報通信省を作って、その外局に、サイバーセキュリティ庁というのを作ってですね、もう一元的にもうあらゆる分野の、あらゆる民間分野の、サイバーセキュリティに貢献をすると。で、攻撃を受けた時にはその防御体制をやると、まあ、いうような責任と権限を持った役所を作りたいなっていうのが、私の希望であり、まあ、去年の総裁選挙で、令和の省庁再編で、まあ、訴えた中にも入れておりました。まあ、まだそれは実現はしていないのですが、まあ、だんだんにこのやはりサイバーセキュリティについては、まあ、どこかが責任を持たなきゃいけないよねっていう空気感が政府の中に出てきてるんで、まあ、しっかりとそういう議論に参加をしたいと思います。まあ、ちなみに今内閣で、サイバーセキュリティ担当大臣は国家公安委員長の谷公一大臣ですので、まあ、私に直接権限はないんですけれども、まあ、これはずっとこれからも関わっていきたい分野ですね。先生、今日も素敵なお召し物で、ありがとうございます。紺のインナーお好きですよね。これはですね、実はワンピースなんですが、下に着てる、いつも私この紺か黒のこういうここがまっすぐなやつを着てると思うんですが、ちょっと腕太いからあまり見せたくないのですが、こういう全く同じ紺のワンピース5着と全く同じ形の黒のワンピース2着を持ってまして、もう10年ぐらい着てるかな。で、まあ、下に着るものですから、これはどんどんクリーニングに出すんですが、あとは上着を買うだけで、なんとなく外に出られるというので、まあ10年間洋服大節約にはなってます。でもこれを最初に教えてくれたのは日銀の審議員やってる、女性で、なんかやたらいつもかっこいいジャケットとか着てて、もう服どこで買ったのって言ったら、いやもう私めんどくさいからワンピースまとめ買いしてさ、その上のジャケットだけ買ってんのよって言うんで、それにヒントを得て、でしかもどんなにお腹周りが太ってもワンピースだったら苦しくない、でさらに太っていくということさ。なるほど、効率的ですね、すごく効率的です。ありがとうございます。美しく強く成長する国日本、皆様と共に作ってまいりましょう。高市早苗チャンネルをよろしくお願い申し上げます。